新幹線の白鷹で金沢に向かいます。雪景色が綺麗でした。金沢に到着しました。百万さんとおもてなしドーム、バス乗り場から兼六園までバスに乗ります。ちなみに、交通系 IC カードや電子マネーが使えないバスが多いので小銭を用意しておきましょう。一部のバスには IC カードリーダーがあるそうなのですが、路線が違ったりバス会社が違うとないようなんです。最寄りのバス停におりました。もう近くが兼六園のはずなんですけれども、ちょっとあの観光客のらしき姿がなかったんですが、多分この近くなので歩道橋を渡ってお土産屋さんの方に向かって歩いていくことにしました。金箔のソフトクリームがありましたね。ちょっと寒くて食べる気にはならなかったんですけれども、お土産屋さんも本当に百万石らしい、なんか金箔を施したようなお土産が多くて、欲しいなって思ってしまうようなものがたくさんありましたが、何も買わずにちゃんと素通りしてきました。本当に綺麗なんですよね。金沢城の石川も道を挟んで反対側が兼六園の桂坂口になります。桂坂口のところにもこう料金をお支払いするところがあって、入場料が個人の大人で320円でした。桂坂口からは少し傾斜になっていますが、雪かきがされていてむしろが引かれています。滑りにくくなっていて、まあ、スノーブーツとかでも安全に上がることができますね。雪釣りをしている唐崎の松が見えてきました。雪の積もった時期に来れて本当に良かったなと思います。こちらは兼六園からこうライブカメラですっていうような時にいつも映るカメラのある場所なんですね。反対側を見るとこんな風に宇立つ山っていう山が見えて、とても眺めがいい場所です。雪が積もっていて、もう観光客の方がたくさんいらっしゃいましたね。寒くても、あと琴路灯籠ですね。こちら兼六園といえばこの風景っていう画角のところで撮ってます。池は霞ヶ池です。ほとんど凍っていました。唐崎の松、迫力のある枝ぶりでした。で、亡くなってから139年経つそうなので、もうその時からはずっとここにあるよってことですよね。150年くらいなんですかね、樹齢が。水面が凍っていて、向こうには内橋亭という軽食が食べられるお店があります。太陽が出て晴れて雪が積もっていて、すごくいい日に行けたなと思います。こんな風に太陽が出ています。気温も結構暖かかったです。これが内橋邸ですね。あと急に大和尊の御事の銅像がありました。近くのお土産屋さんで着物の着付けをしてくださってるそうです。これは石霊島ですね。着物のカップルさんなんかも多くて、とてもなんていうんですかね、雰囲気が出てありましたね。こちらでですね、なんか着物などを展示されていたんですけど、ちょっと見ることはできませんでした。他にも何か建物があるかなと思って近づいてみると、金沢神社がありました。横、ここは横なんですけれども、横からまずは入ってみました。大きな御神木らしきものが2本立っていますね。この間を入っていきます。正面ではなくてこれ横でしたね。とりあえず入ってみようと思って入ってみたところが、
で、金沢神社の本殿と拝殿がございまして、たくさんの絵馬がかかっていました。子供たちが頑張れますようにっていうことで、私もお願いしていこうかなと思いまして、この後お守りも買っていきました。正面からも行ってみたかったので、お参りした後に正面の、鳥居をくぐってまた入ってみることにしました。大きな石の鳥居をくぐった後には水路がありまして、ちょっと境界線になっているような感じがしますね。こちらの世界とあちらの世界っていう感じで、ご神体は菅原道真公と白蛇龍神さんということですね。あとこのお水、飲用が OK というふうに書いてあったので飲んできました。鳥居のトンネルがありました。と京都の伏見稲荷が有名ですけれども、この、鳥居トンネルがあるところっていうのは稲荷様、お稲荷様が祀られているっていうことが多いので、商売繁盛の方もこちらでお願いしてきました。で、この階段を降りてみると、先ほどのお水を飲んだ、そのお水を汲んでいる井戸がありました。ちょっと目をに留まったのがですね、こちらの立派なお屋敷なんですけれども、これは旧津田玄馬さんの、お屋敷だったそうです。とても広いお屋敷だったそうで、この3倍ぐらいあったそうなんですけれども、こういった古い建築物大好きなので、中も見てみたいなと思いました。また、湖の池の霞ヶ池の方に戻りまして、ぐるっと回って別の場所も見に行ってみました。冬晴れ最高ですね。全部氷が凍ってます。それで三好庵近くで鳥の声が聞こえたので、どうしたのかなと思って周りを見渡してみたんですが、すぐには見つからなかったんですけれども、カワセミが水辺で魚を捕っていたらしいです。今カワセミが入りましたね。そしてまた小魚を捕まえたらピョンって出てくるんですけれども、なかなかカメラで撮ることはできませんでした。あ、でこの後サンダーバードに乗って福井に向かいます。実はこの時藤井風さんのライブに行こうとしています。雪の影響で遅延とか運休があったんですけれども、無事に乗れてよかったです。本当は温泉に、加賀温泉か阿波羅温泉にでも行きたいなと思ってたんですけど、ちょっとそれは叶いませんでした。で、鯖江市に到着しました。鯖江市から15分から20分ぐらい歩いてサンドーム福井に到着。本当にこう優しい方がいて、雪かきなんかをしてくれてるんですね。でその後ラーメンとあとチャーシュー丼を食べて、これは金沢なんですけれども、ちょっとホテルに戻る前に温かいものが食べたい、どうしてもと思いまして、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またよかったら見てください。それでは。